それを聞いたバンダーマンさんがじゃあキラメキラを誘拐して殺すみたいな、ちょっと離れた方がいいんじゃないかなっていう提案をして、モイラ君から、私からです。まあ、恋人を持つ立場として、トラブルを起こす立場として一番メキのことが分かるかなと大丈夫、あのウィキペディアに書いてあった、はい、え？ナイスチェックだ。ナイスチェック、すごいねありがとうございます。その喋り方ちょっとやめてください。なんで？生理的に、なんか、うん、どっちそのノビーラングなのかキザルかどっちがダメなんだえ、どういうこと？え、怖いね。あ、バンダーマーさんのモノマネしてるのかと思って。え、違う。あノビーさんのモノマネ、それ。おっと、ボスは甘くて優しい声してる。ももみさんだけですよ。え、ちょっと、はい、光の速さで瞑想してくる。はい、はい、さすが雷。光の速さ、光の速さで瞑想したことはあるかい何があったんだメキ、やっぱ変だ。え、すいません、その喋り方やめたっていうのが気に障りました。いや、それが怒ってるとかじゃないんだ。まあ、今日の様子その最初からも見て、なんか何かあったのか。いや、大丈夫ですよ。でもそんなやめてっていうぐらいなんかトラウマがあるんだろ。何も本当にないのかっていう。ですね、うーん、昨日なんかボイラさんが、ああ、バンダーマーさんに誘拐されて。なんか最近よく誘拐されるな。そうなんです。で、その誘拐された時になんか解放条件が、うん、まあ、1億円オールインするみたいな、はいはいはい、話でオールインしたんですけど、うん、なんかその後にちょっとなんだろうな、あなたを必ず更生させてアルボーズにしますみたいな感じで単価切っちゃったみたいなんですね。はいはいはい、あのボイラーさんが、はいはいはい。それでそれを聞いたバンダーマンさんがじゃあキラメキラを誘拐して殺すみたいな。なるほど、うん、っていうのは一旦落ち着いたけど、結局なんか捕まえて坊主にするみたいな、私を、ん、ミキを坊主にする、うん、はい、言ってるらしいんですね。まあでも、あ、バンダーマーさんのことなんで言ってることは変わるかもしれないので、わかんないんですけど、実際どういう目に遭うのか。なるほど、っていう話を聞かされて、まあちょっとそうですね、まあそれを聞いてそのボイラさんは、まあ守ってくれるし、犯罪者には屈したくないから、仲間の力も借りて、そうですね、守ってくれるっていう話をしてくれたんですけど。オッケー、行ってくる、ありがとう、お願いします。お願いします。警察体験に行って、まあ、警察の方がどれだけ忙しいかっていうのも理解したし、お願いします。あのアンブレラの事件の時みたいに、いろんな人にすごい迷惑がかかるのは私がすごく嫌だったから、あんまり、なんだろう、それで迷惑がかかるのは嫌だっていう話になって、それだったら、なんだろう、そのバンダーマーさんの対策というか、犯罪者たちへのそういう対策がなんかまとまるまでちょっと離れた方がいいんじゃないかなっていう提案をして。モイラ君から？私からです。ああ。はい、で今ですね、はい、その提案にモイラ君は賛同したのか？いや、してないですけど。なるほど、うん、でまあ今日体験したらその話をしよう、まあ、一度しようかなって思ってるところですね。なるほどね、うん、大丈夫ですか？仲間いっぱいいますよ。やれやれじゃあその件は了承した、はい、また何かあったら教えてくれ。はい、どうしたの？いや、ちょっと救急隊のランク4以上としてお話があって、うん、はあ、なるほど、まあ、ちょっと他言無用の話でしてほしいんですけれども。まあ、分かったぞ。ええ、メキがですね、まあ、そんな感じでちょっと彼女、警官の彼女である状態がリャングにとっては弱点になりうるかもしれないっていうところをメキはちょっと悩んでいて、うん、で今そのバンダーマーが、まあ、今は落ち着いてるかもしれませんがちょっとお熱なんで、なるほど、
ちょっとメキがもしかしたら危険な状態になるかもしれない。まあそれを俺たちはまあ多少なりとも守らないといけないな、やっぱ上官として。ええ、で俺一人じゃどうしようもない時もあるんで、まあ、ランク4以上としてオサム先輩にも共有をしたくて。うん、まあ、とはいえメキもそこまで話を広げたくないし、うん、周りに気を使ってほしくないとのことなので、うん、まあ、本当に内密にこの話については触れずに、うん、少しだけ気にかけてもらえれば。なるほど、分かった。ちなみにこれは別件ですが、そういった状態だからしばらくミキはボイラさんから離れていようか、距離を置こうかみたいな話を今日するみたいですね。なるほど、それをボイラさんはまあ黙ってじゃあそうしようとは言えないだろうな。なんか自分のせいでみたいな責任感にも駆られるだろうし、まあ それを聞いて、駅の付近行きます。いや、それは賛成できないっていうことを言ったんでしょうね、多分。うん。そしたら、じゃあ、3時以降か分かりませんが、ちょっと、ゆっくり話そうっていうことで、今日話すらしいです。なるほどね。まあ、ひとまず概要は分かった。そっか、それは大変だな。ギャングってのはどうして、こうも、短気なんだろうな。まあ、救急隊の上官として、まあ、恋人を持つ、立場として、トラブルを起こす立場として、うん、一番メキのことがわかるかなと。まあそうだね。実際俺もまあ救急隊に迷惑をかけたくないっていう気持ちはわかりますよね、多分。うん、そう最近、うん、まあ俺も意識してるとこで、まあ俺がトラブルを持ってきちゃうっていうのはやっぱり。俺のバックグラウンドにいる救急隊のみんな、そして恋人である、まあ、四葉のみが危険になるかもしれないっていうのを、ええ、まあ、それなりに念頭に置いて最近は動いてるつもりで、ええ、そうだね。だからまあメキの、まあ、メキとボイラさん初めてか。いやでも違うな、前回も。まああれはちょっとどうだかわかんないけど、まあアンブレラの件があったんで、うん、ボイメキがイチャつきすぎてウェスカーに誘拐された件があって。あー、それもありましたね。あー、それはもうどう処理したらいいのか正直わからないが、まあ初めてではないということは、まあボイラさんもそろそろ気をつけなきゃいけないなって多分思ってくる頃合いだと思うな。まあとはいえそこのことはね、二人が乗り越えてくれると思うんで、うん、まあ、そうね、起きてしまったことは仕方ないから、一旦こういうことがあるっていうことはまあ上層部だけでもちょっと、俺も常に、俺も真っ白も常にいるわけじゃないから守ってあげないとな。それは上官として、ギャングが来たらはいどうぞって受け渡すわけにはいかねえからな。まあそうですね、ちょっとだけまあ気にかけてもらえればと思います。おっと、すいません、電話が。ああちょうど BMCM か。もしもし、昨日話してた件あるじゃないですか。ああ、あの誘拐の件とか、うんうん、誘拐の件はあの解決はしてないんですけど、ボイラさんとは普通にもうあのなんだろうな、もう別れるかもしれないみたいな話したんですけど、あのそうじゃなくなったので、ああ、てて、はい、なのでもしかしたら私そのまあなんか病院、もしかしたらバンダーマーさんが襲撃しに来てみんな危ない目に遭わせちゃうかもしれないので、そこだけ伝えておかないとなと思って。わかった、いつでもバスト出すよ、うん、そっか、最終兵器が。一つ目バストを出す、二つ目、うん、あの治療室の方に逃げていってボンベを銃で撃つ。うわーとかって逃げながら、それでも報復が怖いですよ。ダメです、ダメです。じゃあやっぱり来るたびにバスに乗るしかない。どうしようかな。まあ、だからもし来たらあの普通に私を引き渡してください。ちゃんと助けてくれると思うので、ボイラさんが。あー、ボイラさんが助けることを見越しての引き渡し。はい、みんなを危険な目にさらすわけにはいかないので。そうかそうか、じゃあ隊長にだけその旨を伝えておいてくれ、うん、はい、そうですね。うん、隊長どこ行った、あれ本所でしたっけ。最初今ノビーラングと本所見学ツアーに、はい、なるほど、 OK です。大丈夫だ、バスがある。大丈夫だ、バスがある。まあまあまあそうですけど、え、ちょっと私もう寝なきゃいけないんで代わりに伝えていただくことって可能ですか。メキがいいなら
はい。じゃあ伝えておくよ、うん、次いつ会えるか分かんないですからね、隊長。まあな、なんかまあそういう、なんだろう、まあ、白市民をヤングがこう恐喝というか、ほ、ああ、うん、報復みたいなのして泣き寝入りする件とか結構増えてきてるじゃないですか。そうなのか、まあ、こっちが折れないとほらなかなかもうね、殺し回されるみたいなことってもう避けようがない時とかあるじゃないですか。お金を渡したりとか、まあ、このプリズンは緩いからな、うんうん、だからなんかそれをすぐにはねどうにもできないけど、それをなんかさせにくいような法律をなんか警察の中で作りたいっていう話も出てるみたいで。確かにそれと個人のやつも作りたいんだった、うん、隊長も言ってたけど、うんうん、まあ、街がまたいろいろ変わっていくかもしれないですね。あ、街を変えよう。うん、そのな、なんかこう市の市民をな脅していたらな、うん、1億円ぐらいの罰金はつかないと、うんうん、確かに素晴らしいね。今警察の中で動きたいみたいな流れみたいです。ということでよろしくお願いします。了解。また、うん、またトラブルメーカーをしてしまいますが大丈夫。あのウィキペディアに書いてあった、はい、え、何ですか。備考欄にトラブルメーカーって書いてあった。え、ちょっと待って。本当に本当に、え、今日見たんだよ俺。主に早番として出勤し積極的な時間帯よね。判断力時々見せるポンコツと歌声が魅力。ギャングを誤って引いてしまったり、警察と間違われてヘリアタックされたりなど不憫なところがある。そのため周りからはトラブルメーカーと呼ばれている。もう本当に公式でじゃあトラブルメーカーってことですか。私そう、なかなかなこう、うん、面白さが詰まってるよそれ。見て面白かったもん今日。いや、ちょっともうやだな。あ、でも新しいメグさんが来たからちょっと引き継げるようにしとこう。私は平和に生きていきたい。でちょっと着替えて寝ますね。お疲れ様でした。お疲れ、おやすみ。はい、よろしくお願いします。まあ、ボイラ君を信じメキの意思を尊重するか、まあ、言い方悪いですがないがしろにして、それでも大事な仲間として抵抗するか。あまあそもそものあれで言うと、まあ、これがボイラ君が例えばなんか一白市民だったら、ちょっと任せはできんなって話になってくるけど、まあ一応まがいなりにも警察官ではある彼がそう言ってるんであれば、まあそこはもうな、まあまあその警察官とのね信頼関係もあるじゃないですか。うん、まあそこで話が、まあその日ボイラ君いなかったらどうなるんだってことはありますが、まあバンドマンもさすがにそれはボイラいるときにやるだろう。だってうんうんうん、ということがまああって、一応対象にお伝えをしておきます。なるほど。で一応警察官としては最近ギャングがこう白市民とバチバチをして、うん、白市民が結局泣き寝入りをするというパターンが結構増えてるらしいんで、ほーん、まあ、それを阻止するための法律を作りたいなっていう動きを今してるらしいです。はあ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 。あ、それは誰が、ミキが、あ、いや警察官の方々がそういう話をしていて。ああ、なるほど。例えばわしはこれからお前を見かけ次第必ず殺すみたいなことを白市民が言われた場合、もう手の打ちようがないじゃないですか。まあまあまあな。でもそれってね、めちゃくちゃ重たい罪じゃないですか。うん、脅迫だからな一旦な。ええ、うん、そこをどうにかすることができない現状をなんとか打破したくて、法律の方から少し何らかの手を打てないかという模索はしてるみたいですね。うんうんうん、なるほどね。あとはいえ時間はかかるんで、うん、まあまあ法の整備はすぐにはできないからな。ええ、うん、もしかしたら遅かれ早かれメキはメキを狙いにバンナーマンが病院に来る可能性があります。なるほど。まあモイラ君はね、中身を見ていくとなんだかんだ言って正義感の強い熱い警官ですからね。うん、病院が襲撃された際はこう優しく救急隊員に護衛するよとか少し見ておくとか、結構ねそういう気遣いできるんで。そう、熱い男ではあるんだけども、あるがゆえに、あるがゆえになんだよな。まあ、やぶ蛇に突っ込んでしまうというか。そうか。いないのかもな。まあ、まさかね、こんなところで、警察官と救急隊が、まあ、救急隊じゃなくてもね、起こりいますが。まあ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 。うん。まあ、事態が起きてしまうとはね、という感じです。俺も食べたら言われるから、バンダマンに。
命んな、お前がもしサンフレッサンズを主人取られたらお前はどうするつもりだ。わしはお前の手を、お前が手を黒く染めるところを見てみたい。好きですね、うん、ということがあって、まあボイラ君がいるのであれば救急隊として抵抗できることはねあんまりないので。そうなんだよね、これが俺たち警官だったら、いやボイラには任せない、俺たちで言ってないけど、まあ、言うて俺たち救急隊だからな、うん、まあ、会わないように気をつけるという事前行為はできますが、そうね、メキのもろもろをちょっとまあまあまあ、うん、まあ、とはいえね、プライベートを制限するわけにもいかないんで。そうなんだよな、でもそうそう、これがいつまで続くねんっていう話でもあるからな、その法の整備まで待ってられんだろうし、でそうそう、法が整備されたところで別にな、バンダーマンもそんなもん関係ないってなったら全然な、それがどうした、まあ、永久指名手配ですからね。そう、無敵な人ではあるからな、ある意味、まあ、難しいな、まあ、とはいえね、 あまりメキとしても他の救急隊員に迷惑をかけたくないという思いもあって、うん、まあ、その大事にはしたくないってことね、アンブレラの件等あって、あ、ね、まあ、こう迷惑をかけることがトラウマになってるんですよ。はい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 、という意思も聞いていたので、ちょっと昨日話を聞いてその場にいたランク4以上のオサム先輩と、うん、今日いた隊長にしかまだ伝えてなくて。なるほどなるほど。昨日はその俺一人だとどうしても病院で見れない時があるんで、うん、まあ、もう一人ぐらいはいてほしいなっていうところと、まあ、こういう件は必ず隊長に報告したかったんで、今回は隊長に報告をしたっていう、うん、この後、まあ、上官にこの件を伝えるかはちょっと隊長に一任しますが、まあ、一旦ちょっとボイラ君の話は聞く必要はありそうだな。じゃあそうですね、あ、いや、あ、話していいのかこれは、俺がミキから聞いちまったってことをボイラにややこしくなるか、まあ、隊長に伝えておいてほしいということはメキーラさんの口から直接聞いたんで、あー、OK、まあ、これを俺がボイラに伝えたらどうなるかだよな。バロスで、まあ、悪い反応しないと思いますけどね。まあ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 。スピードダウン伸びてます。なるほど。まあかといってボイラも守るとはいえど、なあ、白口一緒にいるわけでもいかんだろうし。そうですね。ごめんなさい、ナイティさん。ごめんなさい。すんごい。え？人足りてないぞ。これはきっと。すみません。生きてないとこどこですか？じゃあさっきの件は一旦まああれで。オッケー。ちょっと俺の方でも考えるわ。